イキーを押すとインベントリ画面を開くことができます。よく来たわね。私の名前は覚えてくれたかしら。念のためもう一度挨拶をするわね。今日から正式にあなたたちを管理することになる織江高梨よ。はい、よろしくお願いします。臨時エージェントの御子と雨宮です。本日付でブラックランブスのリーダーとして暁支部に着任いたしました。丁寧な挨拶ありがとう。さすがアカデミーを首席で卒業しただけのことはあるわ。ありがとうございます。では着任報告の続きをよろしいでしょうか。規則ではこの後にクローザーズ職務規定の確認、あと管理エージェントとの個人面談が必要かと。そうね。まあ今日のところは堅苦しい挨拶は抜きにしましょう。それじゃあ早速任務を言い渡します。まず特務警察ブラックランブスの記念すべき初任務よ。臨時とはいえあなたはもうエージェントなんだから真面目に任務に取り組むようにね。わかった？もちろんです。活躍を期待していますね。気楽に行こう。あなたが御子と雨宮？はじめまして、私は特警隊の真宙宇月だよ。よろしく。堅苦しい呼び方は嫌いだから。それはできません。教本には特警隊の隊員を呼ぶとき必ず名前と階級を一緒に呼ぶべきだと書いてあ。もういいから真宙ちゃんって呼んでいいって。許可証をあげるからこれからはそう呼ぶのよ。わかった。じゃあ織江さんのところに戻ってみて。君にお願いしたい任務がいっぱいあるみたいよ。了解しました。真宙、終わったら昼寝タイムにしよう。ちょっと昼寝していい？後で起こしてくれればいいからさ。任務にはもうお帰りなさい。ちゃんと許可証を受け取ってこられたようね。特にはでもその前に本部から支給されたサイズは合ってるかしら。喜んでもらえ。はい、これまで多くのクローザーがこの制服を着て激戦をくぐり抜けてきたのよ。この制服に恥じない活躍を期待してるわね。ブリーフィングを始めましょう。いってらっしゃい。やっほー。またねー。
してくれればいいからさ。寝てないよ。俺がしっかりせねば。